今夜は花金です。花金の夜は、歌舞伎揚げと角ハイボールで飲みます。うん、ああ、休日の土曜日はね、決まってブランチです。ちょっとね、ゆっくりめに起きてからの、今日はどうかな。目玉焼き、2つドッキングですね。おー、いい感じだ。素晴らしい。はい、本気に行って、その後、もちろん、金宮のホッピーってね、その後ね、雲海、蕎麦焼酎、雲海のね、水割りロック、健康的にね、ロックではなく、ちょっとね、水を足して、水割りロックで、ちょっとキムチですね。まあ、いいわ。しみるわ。蕎麦焼酎雲海水割りロックの締めに、ちょっとね、キムチはね、わざと残してるんですよ。ね。それはなぜかというと、あ、ちょっと酔ってますけど、はい、こちら、辛ラーメンというね、韓国のインスタントラーメン有名ですね。辛いやつの、ノンシンのメーカーで有名なんですけど、が出してるフルル冷麺。水、なんだ、涼麺？涼麺じゃない、冷麺か。いいんです。これをちょっと、ね、上から作ってね、ちょっと酒の締めに行っていきたいと思います。沸騰したお湯に入れて弱火で3分ですね。はい、あ、ちょっとこんなもんでいいんでしょうか。ちょっとよくわかりません。やばい。よくわかんない。で、冷水にちょっとね、これ作ってますけど、というわけで、これはいわゆる一つの、冷麺でございます。どうなんでしょうかね。ちょっと初体験でございます。しべた。よく冷えてた。うまい冷麺。やっぱ韓国の麺って、まあ、いわゆる一つの、全然ちょっと違いますね。日本の作る麺と違って。まあ、伸びというか、何なんだろう。まあ、ちょっとね、日本のも美味しいんだけど、韓国のね、麺もレベルがやっぱちょっと違います。こちら皆さん、はい、現在このね、ちくわをね、素揚げしてます。ぶっちゃけね、ちくわのね、揚げたてのこの素揚げ、すっげーうまいんすさ。マジで。これ、すごい膨らみますね、ちくわって。すげー、しかも美味しそうなんですけど。ちょっとね、油一回軽く切ってからね、盛り付けていきます。じゃあ、こいつにね、ちょっと軽く、岩塩を。生姜醤油でもいいんだけど。で、ちょっとね、磯辺揚げ風に青のりを少々。最高、完璧。そしたら、ビンチョウマグロの、ハラミの、切り落としですね。意外と高い、ビンチョウマグロもね。で、ちょっとね、酒はもちろん、冬物語。さてさて、まずはね、納豆巻きからいってみましょう。これ大好きなんですよね、イレブンセブンの納豆巻き。
よいしょ。で、からし醤油。これ常識。揚げたてのちくわの素揚げ、そして淡い色合いのビンチョウマグロ。うん、うまっ。はい、こちらね、埼玉の玉サボという地鶏の鶏の胸肉ですね。ももじゃなくて胸肉をちょっとね、スキレットで焼いています。まだね、音ジュージューなってますけど、素晴らしい。スキレットはやっぱりなんかちょっと違いますね、魅力が。じゃあとりあえずまずこれね、シンプルに塩コショウのみの鶏の胸肉ですよ皆さん。あっか、ああさて、今夜はね、久々に赤ワインとね、フォアグラヌじゃない、フォアグラね、結構ね、1個が高い今やってきました。フライパンじゃね、スキレットでね、ちょっとこれを、これがね、うまいんですよ。ちょっとうまく切れねえんだけどうまく切れねえんだけどはい、こんな感じですよ。牛角っていうね、焼肉のチェーン店あるんですけど、あれにね、昔フォアグラ、今もあんのかどうかわかんないですけどね、今全然行ってないんで、フォアグラがあるんですよね、メニューで。ちょっと裏面が焦げてるけど、表面が、こんな感じです。この濃厚さ、フォアグラね、やっぱり肝臓というだけあるわかる、その気持ちというか味がああ、赤ワインが合う。こちら、ニンニクたっぷりと、オリーブオイル。で、アヒージョをね、作ってます。こちら、エリンギのね、残り、ソテー。で、いや、うめえ。本当に、いいエキストラバージンオリーブオイルの、たっぷりね、染み込ませた。これね、ホテルブレッドっていうのかね、ホテル用の食パン。本当にもう何にも余計な味付けとかしてない。純粋な小麦粉のパン。ね、これで浸して、これを。赤ワインが合う。手が動くのが、手が動くモーションがいいですね、何気に。はい、酒の締めにインスタント味噌汁と、そしてこちら和牛のだらしない焼肉丼の完成です。はい、食べます。はい、じゃあちょっとね、
ちょっと掴みにくいぞこれは。肉が溢れてます。ちょっとこうまず肉をこう うん、これは卵としたい。うん、でもいいね。はい、じゃがいもね、新じゃがいも、ふかし終わりました。ちょっとこれ、ね、これから私は、コロッケをね作りたいと思うんですけどね、まあちょっとやっていきます。はい、牛ひき肉と玉ねぎを、この刻んだやつね、ちょっと炒めます。はい、ちょっとね、新じゃがを、マッシュして潰しまくってね、で、これ炒め終わったこのひき肉ね、牛ひき肉と玉ねぎをこの中にちょっと入れます。ちょっとこんな感じですね。あの、コンソメ顆粒と本だしと、あと丸鶏ガラのスープね、ちょっと顆粒をね、入れてね徹底的に、混ぜ合わせましたら、はい、こんな感じで手ごねして、ね、これがコロッケの赤ちゃんです。ちょっとね、あの、今日はね揚げて食べないで、明日ねちょっと仕事から帰ってからちょっとね揚げて、コロッケをね作りたいと思います。これまだ完成品ではない。もちろんそうなんですけどね、まあちょっと明日まで夜まで、冷蔵庫で寝かせます。乞うご期待。はい、というわけでお疲れ様です。ね、昨日まで仕事でした。久々の土曜出勤ですね。ちょっと疲れました。で、こちらね、疲れを癒す、日曜休日の、晩酌は、冷やし茎わかめ、まあ、スーパーの惣菜なんですけどね。こちらも惣菜の、水タコの刺身、カルパッチョ風です。と、ちょっとね、ちょっとお高いピルスナーのビール。これうまいんですよ。ちょっと自分へのちょっと頑張ったご褒美というか、いたわりで。次のことだし、まず茎わかめ。うん、あ、ちょっとピリ辛の、わさび味で、うん、すごいうまい。カルパッチョ風の水タコ、うん、うんうんうん、うまっ。翌日の撮影です。会社からね帰宅してまいりました。こちらが例の寝かせた、コロッケです。こちらね、あのコロッケの種、ね、あのパン粉をまぶす前にあのバッター液というものを作ります。卵1個とね、あの小麦粉 50g と、水 50g、 これね混ぜます。まずバッター液がねできました。ここに種をまあ、コーティングしてね、全体にコーティングして、コロッケはね、2度目の挑戦なんですけど、何年か前に一度やったんですけどね、初挑戦、もう大失敗。あの、油で揚げた瞬間に大崩壊が始まって、まあ、そんな感じになりました。2回目ね、ちょっとうまくいくといいんですけど。で、これを、あとこうやって、パン粉でこう包む。で完成なんですけどね、ちょっと言ってきます。ちょっとカットします、時間かかる。はい、こんな感じに、仕上がりました。あとはね、油で揚げるだけです。揚げるだけ。それでは参ります。
はい、こちらね、油の温度は180度ぐらいが適切だと言われてるみたいですね。はい、こちらのね、コロッケ、一番綺麗に仕上がってですね、せっかくなんで、断面図をね、ちょっと公開しようかなと思いまして、まあ、二つに、切りたいと思います。おう、こんな感じですね。わかりますかね、こんな感じ。わかるかな。というわけで、できました。こちら、牛肉コロッケ。2回目の挑戦。うまくいきましたね。なんだかんだ言ってね。まあ、よくわかんないですけど。ちょっとね、あとはね、食べてみて、ちょっとね、美味しければ、まあ、20丸というとね。両端はソースがけで。で、真ん中はね、ちょっとあえて、何もソースとかね、つけないで、そのままの味わいをね、楽しみたいと思います。そして、それに火をつけるのが、インドの青鬼、一派ですね。はい。じゃあ、まずインドの青鬼ちゃんですね。ちょっと冷えたグラスに一気に注いでと。こちらが、アルコール分が、7% のビール。ちょっと高めですね。ほんのちょい高め。さて、じゃあまず。いきます。うん。うん。うん。まあ、外側、サクサクで、中はしっとり系。まあ、今回、揚げ方は失敗しませんでした。ただ、これあれかな。ソースかけた方がいいかな。なんだろう。ちょっと微妙なんだ、味が。コロッケの味が。やっぱりね、コロッケ屋さんとかね、専門店のコロッケには全然及ばないレベルが。やっぱり、美味しいコロッケってどうやって作るんですかね。本当にコロッケはね、奥が深いです。今回の揚げ方に、仕上げにね、仕上がり、失敗はしなかったけど、味はね、ちょっとね、まあ、試合に勝って勝負に負けた、みたいな、そんな感じでした、今回は。はい。そうね、勉強になりました。あとね、5年後か10年後くらいに3度目のね、コロッケの挑戦をしたいかなと思います。で、今夜はこんな感じの、何週間前だ、作ったカレーライスね、冷凍保存しておいてね、ちょっと解凍しました。こちらね、レンチンのご飯です。そしてね、ドリンクは、ライズアップノンアルコールプレミアムです。よくわかんないですけどね。さて、今日仕事納めで、明日からね、私、ゴールデンウィーカーになります。9日9連休ですね。明日からね、ちょっと飲みたいなと思うとこなんですけど、まあ、9連休だとね、本当に飲みすぎる、可能性があるんで、まあ、ちょっと今週は火曜からね、禁酒してるんで、火、水、木、金、明日土曜日、その次の日の日曜日もね、ちょっと禁酒を続けて、まあ、休館日6連休をね、ちょっと目指しています。というわけで、まず、こちらから行ってみたいと思います。さあ、ノンアルはやっぱり、ノンアル。餅屋は餅屋。よくわかんないですけど。さあ、見た目はやっぱり、普通のね、そこら辺の、ノンアルと一緒。なんかちょっと泡がね、独特ですね。このノンアルは。ちょっと、とりあえずライズアップから行きたいと思います。今日もね、ちょっと、会社終わってから、ウォーキング50分やりました。お疲れの乾杯です。
一口目飲んで分かりました。やっぱ自分がね一番おすすめするうまいと思うノンアルコールビールはバドワイザーゼロです。ちょっとこれはねちょっとねちょっとやばい。うん、うん、カレーはうまい。うまっ。なんか何週間もこう冷凍されててより熟成されててうまみ。はい、こちらズッキーニの天ぷらですね。はい、お次はタケノコの天ぷらです。いい感じです。タケノコはねやっぱり国産に限ります。というわけで、ああいい香りだ。今日はねごちそうです。土曜日の休日贅沢すぎる、肉厚な、ホタテの刺身、あとこれは刺身盛り合わせでズッキーニの天ぷらとタケノコの天ぷらでビールですよ。4日ぶりのプレモルマスドリ、そしてチェイサーに船淵菊水一番搾り熟成赤缶。贅沢すぎるな。あーちょっとね計算外、泡多すぎた。ちょっとね調子に乗りすぎました。ちょっと泡引くの待ってからの方がいいかな。というわけでまずねちょっと岩塩を振り絞ったタケノコ、なあ揚げたてが一番。うまっ。何事もうまいが一番で、おろしたてのわさび醤油、わさびチューブですね。おろしたてっていうのは開けたてのわさびチューブサーモンと、ああうまい。ここで泡が引いたところの一番いい美しいフォルム、ここでプレモルマスドリ。聞くわ、うめえ。この幸せのつまみを味わいつつ、ここで船口菊水一番搾り熟成、うめえ。ね船口菊水のね愛好家愛飲家が愛飲家はね2、いわゆる2ね、もっとね上級編の上級者のね楽しみ方があります。それはですね、はい、こちらね空き缶に残ったタケノコのね刻みと米半合をね研いで水、100ml ぐらい入れてね、あと釜などのだし醤油でね、かき醤油から今回入れたんですよね。でちょっとね1時間近く、水につけてからこれからねちょっと蓋をして、ちょっと酔ってますけど大丈夫です。とろ火で20分蒸しま炊きます。さて15分のね炊き時間と、20分ぐらいの、蒸らし完了しました。さあ中身どうなってるでしょうかね。あすごくねいい匂いがします。ちょっと開けます。オープン。お、ちょっとよくわかんないですね。これだけじゃ。そしてこれからね、これを、なんだろう、ちょっとかき混ぜて、中身をね、取り出していきたいと思います。さて、ちょっとね、中身を。熱っ。熱っ。
あ、でも、なんかほかほかです。熱っ。熱っ、ちょっと待って。熱っ。ちょっとこれは、手袋。何年か前にね、ちょっとやったんですけどね。あの、YouTube の方で公開の、なんか、炊飯器で作った、あの、牛すじカレーっていうのをね、やったんですけど。あ、今回この、おこげはついてないんですけど。お、なんかすげえな。いい感じ。うん。あ、いい匂いだ、しかも。じゃあ、ちょっと酒の締めに、タケノコ炊き込みご飯、いきたいと思います。うん、まあ、ちゃんと、うん、ご飯です。うん、まあ。